帰る決断をしたのは、僕が聞いてるには <laughs>、三木谷さんだと思います、うん、なんで相当、これはもう今、綾野剛とか、しょんべんちびりそうになってるでしょう、A のジャニーズのね、カン、うんまあ、はこう最初に YouTube に出してあげて、暴露させたのはガーシーなんで、17時23分逮捕って書いてありますけど、逮捕してんのに既読つくんですかまあ、ガーシーのことやから、なんかごねたんじゃないのか突然、ガーシー帰ってくることになったんですか 僕も朝9時半ぐらいかな。夕方お騒がせしますけど心配しないでくださいって何のことやろうなと思ったら。一人みたいですよ、だから今。ああで機内で LINE はしてるんですけど、一人だって言ってますね。一人イメージとしたら強制送還とかだったら刑事がいたりとか、友達がいたりとか、一人で乗って帰ってきてるみたいです。結構不安そうですけどね。LINE のやりとり見てると結構不安そう。ね、でで一応橘高、立花隆でと政治家女子法廷と,とは全力でガーシーの無実を応援するよ。まあ、無罪を応援するよって。 ラインしたら、ありがとうございますで、こ、えー、っち方面で行くんですかもちろんね、無罪っていうのを応援するで、逮捕されても20日だから、もちろんその実刑は絶対避けようっていうところで、うん、そういう話で、今、飛行機の中で一人なんでっていうような回答が返ってきて、これから記者会見するけど、ガーシーが国民に伝えたいことあれば伝えるよって言ったら、いきなりすぎて何も思いつきませんと。 逮捕されたことがある身としては、うん、あれに関しては別に、あのこれでななんだ脅迫ですか、になるんだったらしゃーないですねということで、普通に認めたら、普通にもう、ガーシー、やっぱり怖がりなんですよ、世間が思ってるような感じじゃないんですよね、だとしたら、そう、余計にそうで、いや、この人はこういう人間なんです <laughs> と。 ちょっと怖がりで、そういう,こ,うこわもてになるようなことがあるんですみたいな感じで、すいませんって言ったら全然別に、まあそういうタイプの事件じゃないですか、うん、あれって。詐欺の方はあの例の BTS 詐欺の方は確かに罪が重いから、あ,ね、あっちは危なかったんでしょうけど、うんうん、もうあれじゃなくて、ただ名誉毀損だから、うん、最初は任意の重情聴取だったのが、捜査、うん、入ってっていうことなんで、うん、共犯者の人が先月釈放されたじゃないですか、あの編集マンの人ね。 だからまあそういうのもあって、警察はそんなに大した処方を持ってないっていうか、そんな重い罪にしようとしてないってい感じで、そううでしょうね意外に20日拘留されて、そのまま保釈されるかもしれないかな。いや、それは認め方次第ですけど、うん、認めればもう保釈ですよ、完全に。5年以下の懲役の罪になってるじゃないですか、組織的なんだらかんだらっていう。だから、それで警察もすぐに釈放していろとろと喋られるのは嫌だからっていう可能性はゼロじゃないですよね。まあ、あの福永弁護士なんかはやっぱり やっぱり釈放されないんじゃないかって見解持ってますねガーシーがいつも頼ってる高橋弁護士もそれに近いような感じなんですよね警察の追い方がなんかちょっとやっぱすごい執着してるからこれあんまり簡単に釈放してベラベラ2週間3週間,、まあ、3週間後でにベラベラ喋って欲しくないっていう思いはあるのかなって気がするんですよね そんな大した話じゃないですからね正直これで誰でしたっけあの美容師の人とブランドの経営者かファッションブランドの人か、はい、美容師の人は僕の真下に住んでます <laughs> と誰でしたっけ訴えてるのは、うん、宝石かなんかの扱ってたからあかそうだ宝石の人だであの宝石の人は多分もうガーシーが帰ってこないって言って急にメディアに出だしたので高橋弁護士だけじゃなくてヤメ県の人3人 っていう話まで出てますね安倍県の人で、うん、その保釈に強い人っているんですよ言っていいのかな堀江さんに紹介してもらった人ですよねまあだからその弁護士はもう党で出そうとしてるんですよ<ー>党で出してで、カンパ募って保釈金も含めてカンパ集まらないかなっていうことで、はい、もうすでに サイトの立ち上げまでままあまあ保釈金は大したことないと思いますけどね。保釈金逆にいくらになるか、僕、見物ですけどね。数百万とか、そのレベルじゃないですか。いこれね、どこまで言っていいのか、ちょっと俺なんだけど、僕、どっちかというとい税金の方がやばいかなと思ってるんですよだって、YouTube の広告収入だけで、日本の企業で受けてたんで。 億超えるわけですよね。もう申告ももちろんしてないので、ただまあコロナの関係で遅れてもいいっていう話はあるので、その名誉層の方は大したことないけど、税金の方が、これ億単位の納税しなきゃいけないから、どうする ?YouTube の広告収入は日本の法人で受けてたんですよ。日本人の、まさに日本の法人で受けてるので、日本国内のある法人税の対象になると思うんですよね。 なるでしょうねそっちの方がむしろ金額的にも、罪的にも、まあ、罪が今、確定はしてないと思うんですけど、そっちの方がむしろ大変なのかなっていう。 党から出てるお金とかはどうなるんですか党から出てるお金っていうのは正確に言うと僕個人でガーシーに貸し付けてるので、だからガーシーから僕個人が返してもらえばいいっていう形にはなってるんですよね。でこのタイミング的には僕でも3月に帰ってきてるよりもむしろこのジャニーさんの件がメディアがやり出すようになって3ヶ月遅れと今、まあ、タイミング的には僕いいかなって結構思ったりはしてるんですけどね。世論的には結構ガーシーが暴いたって っていうこと知ってる人もいるでしょうし、メディアのことはまあ信用しなくなってきてるっていうのは。それ、ガーシーは先に暴いたんですもんね、なんか立憲民主党の手柄、みたいになってますけどね。今日実はこのあとカウアン君とちょっと会うんですけど、例のジャニーズのね、うん、あカウアン君を最初に YouTube に出して。 って言れて暴露させたのはガーシーなんで、それ、すごい功績ですよね。本当はね。去年の十一月に、実はカンワン君、あれ、喋るつもりなかったらしいんですよね。あ、そうなんだ。キング・アンド・プリンスは、あのキンプリの平野君が対処することの解説をするっていうことで。 ガーシーとコラボしたんですけど、うん、ガーシーがそこをうまく聞き出して。うん、ジャニー喜多から性的な被害を受けていたっていうことをうまく。まあ、いわゆる乗せて聞き出したんですよね。すごいですね、それ。カウアン君はあれだから、暴露するつもりなかったんですって言ってて。でも、今、必死ですよね、ジャニーズ事務所も。立花さん、聞いてます、あのジュリーさんの記者会見を仕切った会社と。はい、今、カウアン君をマネジメントしてる人が。 なんか同じ会社らしいみたいな。<laughs> いや、とにかくカウアン君はお、あの、大ごとにしてほしくないな,なんですよ。あんまりジュリーさん批判したりとか、やめてほしいっていう。 立場なんでなるほど、そういうことなんだ。カウアン君に関しては、僕別にそこでもうこれ以上カウアン君に喋ってもらいたいとか全然ないんですよ。カウアン君が出たことによって、俺も俺もって出てきてくれたんで、もうそういう意味ではカウアン君としたら、もうこれで十分なんですよね。彼自身はだから相当メンタルでやられてて、だから僕とそれこそヒロイキ君がだから、 立憲民主党のスアリングなんか行っちゃダメって僕が言ったら、ひろゆきがいや行くべきだってカウアン君に言ったから、もうそれでまた先状態になってカウアン君がメンタルやられて、話した時は連絡ちょうだいっていう形にしているんですけどね。どうなんですかこれまでそのメディアがそのジャニーズの問題を全然やってこなかったわけじゃないですか。あれは本当にどうなん ?NHK とかでもみんな知っててなんか隠すみたいな感じなんですか <laughs> 例えば、紅白に今度ジャニーズ出したら、まずいとかっていう。まあ、とにかく、そういう風、空気はもっきりありますよね。スポーツ紙の記者も、とにかくジャニーズのことは絶対書くなって言われてたらしいんですけど、一、うん、週間ぐらい前からは、一応書くだけ書いてみて、あとは芸能とちょっと調整するみたいになってきてるって言ってますね。要は、紙面のトップとか裏トップなんかほとんどジャニーズのものなんですよ、うん、スポーツ紙。ああ、スポーツ紙はね。だから、スポーツ紙がそれをジャニーズのゴシップ書くと、 呼んでくれなくなるから、絶対ダメって言われてたのに、うん、先週ぐらいから、ちょっとぐらい書かないと逆に不自然だよね、うん、みたいな話になってきてるらしいんですよ。いや、それでも強いですね。あれだけやったのに、まだジャニーズにか忖度するんだ。忖度っていうか、ジャニーズからの圧力はもうないけども、具体的な圧力はないけども、じゃあ、じゃあ、じゃあどうしようみたいな。 ネタがあればテレビはやるって言ってるんですよ。だからカウワン君の記者会見はやって正解だったんですよね。仮に立憲民主党であろうが,何であろうが、記者会見してる以上は報道しないと、これは叩かれると。だからやると。そこそこ数字も取れるだろうとで。これが連続して出てきてくれたらテレビとしてはやらざるを得ないっていう感じで民放の記者は言ってましたね。それがだからカウワン君が出てきたことによって他の被害者がどんどん今出てきてくれてるので、 火が消えない状態今日ガーシー、成田にもうすぐ帰ってくるんですよね。で、そこで逮捕されるんですかね。普通だと、捜査員が乗り込んで、日本の領海に入ったら逮捕じゃないですか。強制送還じゃなくて、パスポート返したはずなのに、どうやって日本に戻ってんのかなとか、その辺は分からないですね。パスポート返納命令が出てるんですけど、出るときにパスポートどうしたのっていう話ですかかその辺はもう、そんな込みった話は聞くような、LINE の内容じゃなかったですね。 でも帰る決断をしたわけですよね。帰る決断をしたのは僕が聞いてるには <laughs>、三木谷さんだと思います。うん、なんで相当、相当向こうに圧力をかけてるっていう話は前々から聞いてました。 UAE えっとね、<う>正確に言うとサウジアラビアの電話会社、えサウジアラビアの NTT どこみたいなところと仲いいんですって。なるほど、なんか取引関係があるんだ。サ,サウジアラビア側から UAE に圧力をかけてやってるっていうんで、一応ガーシーは日本の警察は怖くないけど、ドバイの警察は怖いって言ってるんですよ。<laughs> ドバイで収監なんかされたら、食べ物も違うし、日本語も通じないから、だから、そうドバイで収監される恐れがあって、 あって帰ってくるっていう決断をしたんだと思うんですよね。いやーでも変わりますよ、これでまたね。これはもう今、綾野剛とか、ベンちびりそうになってるでしょ。綾野、まあ、<で>剛くんは、刑事告訴なんかしたいと思ってなかったと思いますよ。誰がやらせたんですか、あれ。いや、それはまたさんでしょう。う綾野剛くんの場合、未成年に飲酒させて、一応、卑猥なことしたっていうのは、ある意味、ジャニーさんとお同じじゃないですか。<laughs> 綾野剛くんは相当やばいと思いますよ、これ。 えやばいっていうのは、その法廷でいろいろ暴かれるみたいなうんそりゃそうでしょう、だって、そんなの証拠もあるし、その女の子も画面、映像で喋ってるわけだし、虚偽告訴罪になりかねないんですよ、だって嘘の告訴は犯罪ですからね、だからガーシー帰ってきて、うん、いや、あなた未成年って分かった上で、そういう肉体関係持って、それでガーシーに対して、迷惑損って言ってるんですかとかって。まあ その辺はさすがにケアはしてると思うんですよ、薬物の方みたいなことをね、言ってたから、だからそっちの方は証拠がないから、多分そっちを言ってるんだと思うんですけど、ただ、返り血を浴びますよね、綾野剛君は。そうですよね、まあ、刑事裁判の中で有罪無罪を決めるときに主張しますよね、たぶ、ねうんガーシがもう帰ってきてるわけだから、綾野剛君に対しても、こっちも名誉毀損で訴えられますからね。綾野剛はじゃあ、法廷出てくるんですかね。いわゆるガーシが戻ってきたら、知らぬ存ぜるでは済まんでしょう。 思いながら刑事告訴したわけですもんねだ,ってだから帰ってこないと思ってたんですよね、たあそういうことか。日本に帰ってこない説は、だって僕も絶対帰ってこないと思ってた人だもん。まさかこんな追い込むすると思ってないから、警察がね。そうそう、ドバイにまで日本の警察が行って、三木谷さんがそれこそサウジアラビアの。 ところにまで行ってるから矢野豪君からしたら予想外の帰国だと思いますよだってあれだけ言われてた三木谷さんはガーシーに対して告訴状出してなかったですからね三木谷さんはそれ出したらまたやぶヘビでしょうからね、うん、だから三木谷さんが出してるガーシーは最初三木谷さんとドワンゴの川上さんと矢野豪君ともう一人だか,か,からわけわからないやつって四人言ってたのが三木谷さんは出してなかったですよね だから、綾野剛君は最初なんかはめられたのかよくわからないですけど出しちゃったと。もちろん、ドアンゴはもう全然全く本当被害者なんで、あれはもう本当川上さんは何も悪くないっていうか、むしろ一方的に川上さんの方は被害者なので、あそこ謝りに行ったらひょっとしたら示談してくれるかもしれないです。 まあ川上さんってそういうい人ですよね一般の経営者は、これはちょっと、最後、ガーシーが帰ってこない、国会議員辞めるみたいなことを分かってからメディアに出だした人なんで、これは事実言われると、この人もやばいかもしれないですよ、ガーシーから聞いてる話だと、この人はもう全然めくられてやばい人だと聞いてるので、うん、もうみんな、ガーシーのこと忘れ始めてたのに、またガーシーは目立ちたくないってあんなに言ってた今回、もうあぶり出されちゃった。 だからね、ガーシーのことを知らない人は、ガーシーが結構高圧的な人だと思ってるんでしょうけど、堀江さんのチャンネルだからはっきり言うけど、ガーシーは演じてるだけなんで、あれ。うん、ああ、そうなんだ。裏で台本書いてる人がいて、その台本通り喋ってるだけなんですよね。で、その台本の人は何のためにやってるんですか別に隠されないですけど、秋田慎太郎君でしょ、ね。だから彼が日本の警察官に対してもいろいろともう、まあ、いわゆるクレームもあるし、元々仲良かったから、うん ドバイに読んだわけですよね。うん、このまま何もしないんだったら、バイトするか、それともガーシーのことを裏切った人をね、こうやるかっていうところで選択して、それを戦うっていうふうに、ガーシーが決断して、秋田君が後ろで支えてやってきたわけですよね。そのガーシーの裏側の交渉は全部秋田君です。まあ今回、こういろって、まあガーシー自身が一人で帰らざるを得ない状態で今すごい不安を感じてるんでしょうけど。まあまあ、大したことではないですけどね。 ちょっと納税の方なんですよ、どっちかっていうと。国税は許してくれないですからね。まあ、テレビって、もう視聴率取れれば、何でもありですからね。やっぱり数字取れるんだな、これはもう間違いなく次の解散総選挙はガーシー立候補ですよ。や,やっぱりそうなの僕としたら、本当、ガーシーありがとうだから守るんですけど、繰り上げした上で帰ってくるは、僕としたらすごいありがたいんですよ。斉藤議員誕生させた上で これ、白黒はっきりつけに帰ってきてくれるってなったら、うん、だって仮に実刑食らうにしても3年ぐらい裁判かかるわけで、その間に2年以内に選挙があるわけだから、じゃあもう選挙でガーシー無実だとか、ガーシーの言ってることはほぼほぼ正しいんだから、こんなガーシーを辞めさせた国会議員に政党に入れるぐらいだったら、ガーシー応援しようぜみたいな。うん、ガーシー容疑者帰国へ、帰国、移送の要請を完全生中継、緊急ニュースライブ。 堀江さんの時よりも全然静かです、ね、いやーでも僕の時これ起こってこんなメディアあったらどうなってたんでしょうねサーバー止まってたでしょうね多分。あー堀江さんは必ず警視庁で調べられて小菅に行ってたんですかいや警視庁じゃないです検察庁ですよ。僕いきなりにに取り調べからじゃあ行きますかって言われてそのままあの東京拘置所にあのカーテン付きの車で移送されて <laughs> の着いたら。 あの真っ裸にされて部屋が用意されてて夜取り調べがありましたね小菅でやるんですか小菅でやります小菅って高知省兼取調べ室があるんだあ取調べ室いっぱいあるんですよだからあの検事が出張してくるんですよ<う>でも今回は多分警察なんでどっかの警察庁なのか僕は普通に 桜田門の本当本部で取り調べしてくれましたけどね。ああ、じゃあ桜田門ですね,ね。偉くなってこないとなかなかあそこで取り調べてくれないんですよ。市議会議員の時はやっぱり所轄でしたね。 ただ、国会議員になってからは、本、本部でしたね。<laughs> おかえりガーシーが。すごいあれになってるな。<laughs> おかえりガーシーが、ツイッターのトレンドのハッシュタグになりそうですね。みんな、こんなん好きなんだな。逮捕されるのが分かってるわけですからね。どういう状況で逮捕されるか、みんな見たいんだ。いや、十万根性だと思いますけど。十万。そうですね。世の中の人って逮捕。 で、まあね。犯罪の確定とかで分かってないから僕もだからあれですよ。小菅の東京拘置所から出てくる時とかすごいお祭り騒ぎしてよ。よ 僕はい一視聴者として見てましたからね。僕ね、94日ぶりに出てきたんで、もうこっちはビクビクなわけですよ。<ー>なんかみんな、もう普通に盛り上がってるんですよ。お祭りだーみたいな。だって僕、刑務所に入る時もお祭りでしたからね。いや、さすがにでも、ガーシーは刑務所行くことないと思う。<laughs> 彼に行ったとしても1年、2年以内だと思うんで。<laughs> いやいやいや、絶対そんなのありえないです。認めるところは認めて謝れば、全然そんな、そんな大した事件じゃないです。僕は普通に執行猶予つく事件だと思ってますよ。ですよね。そう,いう そういう意味では高橋弁護士が煽りはだから例えば BTS 詐欺の被害者の人たちところに警察が被害届け出さないあの取り下げないでくれとかって言ってるからあ着陸しましたねガーシーはビビりすぎてて帰ってこなかったけどこれほんとガーシーの第 2, 第2章ですよこれどんなにガーシーが悪者だと言ってもいやガーシーは正しいっていう人と。 これはとぶつかり続けるわけですもん、ネット上とテレビで。二極化しますから。コンテンツとしては強いですよね。次の衆議院選挙で、ね、4%取ればいいわけで、4%取れば5議席ぐらい取れるわけだから、次、本当解散総選挙やったらうちちょっと厳しいなと思って、議席厳しいなと思って見てたんですよね。とりあえず、中南ステレビの販売でお金儲けに集中しようかなと思ってたんですよ、次の衆議院。これで一気にガーシー擁立で注目集めるでしょうね。 でも、2週間で出てきたら、ちょっと六本木で飲みましょうよ、ガーシーと。まあ、はい、わかりました。え、いや、もうだって、出てくるでしょ、これね、確かに、うん。20日で出てくると思いますけどね。編集マンの子が、処分保留で釈放されてるのが大きいですよね。うん、YouTube の編集マンが結局、国際指名手配までされて,逮されて、逮捕されて、処分保留でしょ。大したことないってことですよ。 大したことないのにわざわざ UAE まで飛んでいったんだもんな、日本の警察が。ちなみにあの、ガーシーのライン見ます <laughs> こんな、こんな感じですよね。とにかく <laughs> そうなればいいんですが、とにかく帰国しますで、最後、一緒に日本変えていこうって言ったら、<laughs> グッドボタン来てますけど、<laughs> 罪状はその公職選挙とか、贈収賄じゃないんで、選挙には立候でできると思うんでそうです、もうこれはもう100%立候補できるんですよね、だから日本国籍がどうなってるかだけちょっと知りたいんですよね。えー、どういういここととでですすかか日本国籍なくなくってるとかですか 一応彼、だからパスポート返したじゃないですか。ということは他国のパスポートを入手してる可能性あるんですよね。そんな簡単に日本国籍切れないですけどね。高橋理央さんも立候補したんで、衆議院の場合は結構力技でいけるんですよ。参議院はガーシーって書いて1票なんで、もしガーシーに日本国籍ないって言われたら28万票消えちゃうんですよね。うん、衆議院は その政治家女子法廷ととって政党名になるんで、あにガーシーが無効になったとしても票は減らないんですよ。どんなところまで見てるんだ。もうだってガーシーにこうしてもらうのはほぼほぼ規定路線ですもん。いや、本人とも話してるんですよ、だからそこは。だから次の選挙をまだ公認してもらえますかとか、もちろんもちろんって言って、前の段階からその話はしてますよ。また、また盛り上がりますね、これ。そそれこそジャニーズの 人たちも公認しちもししゃえばいいわけでしょうジャニーズの人たちジャニー北側になんかやられた人たちがガーシーと一緒に立候補したら結構盛り上がるんじゃないですか盛り上がりますね、うん。だってその人たちからすれば、うん、今売れてるジャニーズの人たちに対しても思いがあるかもしれませんからね。何言い出すかわからないですよ。お前ら結局黙ってて俺を裏切りやがってとか言い出したら批判でますけど、うん、そうは言っても 5%ぐらいの人は共感してくれると思いますもん。ちなみにね、はい、ガーシーはドバイの大使館へ連絡して日本に帰るっていう段取りをしたらしいです。ね、日本大使館が警察庁へ連絡して、検察庁から警視庁連絡で、だからパスポートなくても帰れるようになったのはそういう理由ですね。はい、ガーシーめっちゃ中継されてるでてライブ打ってみよう。<laughs> ガーシー。 日本のテレビって全部ガーシアで。まあ、これでもね、ね警察官に登場してないとすごいですよね。普通だってこういうのって基本強制送還じゃないですか。日本の領海に入った時点で、横にいた警察官が手錠するわけでしょうでもほんと一人で乗ってきてるんですよ、これ。だから僕とラインに来てるんですよ。あ、既読ついた、既読ついた。既読 <laughs> ついた。既 <laughs> 読ついた。<laughs> わらわらって来たガーシー。ガーシー。<laughs> ガーシーみんな応援してるで。みんなテレビで見てるよ。 ありがとうございます、ほら、もうすごいな <laughs> どこに行っちゃうんですかねああもうそれ朝日、朝日新聞やめてガーシーがこうね、ありがとうございますとかあんまりこういう表現しないんで、はい基本 アザースみたいな感じなんで、<laughs> ちょっと相当, <laughs> 相当緊張してると思う。<laughs> これでも本当、ガーシーはすごくあの緊張してるかもしれないけど、笑い話いけると思うんだけどね。だってそんな人を怪我させたか、殺したとかじゃないから、農人のちょっとスキャンダルを言ったにすぎないから、もちろんね、そりゃお金騙された人もいるから、あまりそりゃ茶化していかんけど、まあそうは言っても、うん。<何>お金の方は返したんでしょそう、そうあの被害者には返してるので、今のところ誰一人、民事も請求もしてきてないでしょ。 の存在の訴訟を打っても何も言ってこないんですよね。金払いとか言ってこないんですよ。こっちはほか、なんか国会議員の間だったら差し押さえできるから、国会事務,事務所の方にあの訴訟を送ってこいって言っても、誰一人来ないんですもん。ああ<ー>、捜査員が、捜査員が飛行機乗って逮捕って言ってるって出てますね。うん、じゃあ、あれが最後の言葉でしたね。<laughs> あっあっああ、ガーシー来た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 。まだ繋がってる。まだ繋がってるまだ繋がこ。この、この、これは常にガーシーのいつもの絵文字や。 17時23分逮捕って書いてありますけど逮捕してるのに既読つくんですか まあ、ガーシーのことやから、なんか5ネタんじゃないのかな。とにかく俺たちは味方だよ。もうこれ本当ありがたい、ガーシー。もうこれ本当答え合わせができるから、いわゆるもうガーシーが言ってたことがどこまで本当でどれが嘘かっていうのが明確にできるじゃないですか。それはまたガーシー劇場になっちゃいますね。それこそだってちょうど去年の今頃ですよ。僕がテレビ朝日を追い出されたの。あの時だって僕のことを多くの人は頭おかしな人って思ったと思いますよ。テレビは核兵器に勝る武器だとか言ってるわけですから、テレビは国民を洗脳する装置だとか言って追い 出されたわけだからでもそれを見てあの松浦マックス松浦さんは「立花さんすごい」って言ってくれたんでね松浦さんにもちょっと言ってガーシーの出所祝いっていうかそのパーティー怖いなこれから、ね、えっと警視庁の留置所に送られてその後裁判所でしょうねそうですね面会とかできるとしても明日じゃなくて明後日とかになるんじゃないですかほらもう立花さんがニュースになってますよ今ののえ旧 NHK さんから がありがとうございまますって来ましたって <laughs> って来したこのライブを見てる記者が、そのガーシーと僕が LINE してるっていうのをニュースでテレビニュースで取り上げてると。なんかすごい時代ですよね。なんかネットの情報をテレビが伝えるっていう。うわー、今、ぶっ壊アスが出てますよ。<laughs> <laughs> ガーシーのこの最後のマークあるじゃないですか、絵文字。これね、基本、ガーシー、期限外のい,い時に使うんですよ。まあ、逮捕されると安心するって言いますからね。 されるまでは僕,僕もあの逮捕されるの分かってたんで、やっぱ緊張してましたもん。でも東京高知入ったら、あここはどん底だなと思って、よくなりますね、そこからね。はい